さあ今日はね、はい、高弘西山のキャビらない話の動画版なんで、はい、しかしこれ動画より楽でしょ。もう喋って飲んで終わりやから。いやーもう楽ですよ。出世しましたね僕も。いや出世はしてないよね。地道に書いてますからねあれ。うんともまだ書いてもらうのは困んねんけど。もう大変なんですから地道に。大変でしょ。動画は楽だ。いや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 。でもその大変さをちょっと教えてほしいんだけど、はい、まず書くなんてことがもう多分僕このあのトースポさんに書かせてもらったその鉛筆を動かした時間が、うん、小中高で書いた時間を超えましたもんね。超えた。とうとう超えた。鉛筆持った時間を超えましたもんね。超えましたね。すごいな、はい、すごいな。え、うん、昔からなんか作文とか得意やった。作文得意な顔に見えますか。いや見えないから聞いてるんだけど。いや俺得意じゃないよ。得意じゃなかったですね、はい。え、そのでも依頼はどういう系あれであったの。こう流れの中で、経緯の中でどうやったんすかね。衣装書こうとしてそれ分からんやろ。トースポさんに西山貴弘が衣装書こうというタイミング分からんやろ。どうやって書いていいんですかって聞いたら、うん、たまたまですね。じゃあ文を書こうかみたいな話になったんですね。そっから学ぼうよっていう、ね、そっから学ぼうよ。なるほどね、まあ、でも最後はもう衣装書くやつでしょうね。着陸最後はな、はい、最終回は衣装になるでしょうね。あいや、うん、何？なんかあの文読んでて、なんか西山選手のもうキャラクターがもうもろに出てますよね、その文に。だからすごいなと思って。いや、基本人の悪口を書いたろうと思うんですけどね。まあ、そんなキャラですか？いや、なんかこう喋り口調とか、なんかそういうところまでこうなんか想像できてしまう文がすごいです。なんでか知ってるかい？僕が書いてるからよ。さすがです。いや、でも書くも大変やけど。はい、あのネタをちゃんと仕込んで写真もあるやんか。あれだ、写真ってってことは自分で撮ったりなんとかしてんねやろ。そうですよ、ちゃんとピッピッ最近撮るようになったんですよ。あ、昔からマメな方ではないの。マメに見えるかい。見えない。え、はい、これも見えないけど、もちろん SNS 的なもんもしてないよね。してないです、してないです、はい。え、断ったりせへんかった、ほんまにその依頼があった時に。僕そんなもの書けません。あ、もう僕結構イエスマンなんですよ。あ、はい、もうあるんだ、やりますよって。もうあ、じゃあいいっす。後悔したことも多々あるやろうな、ほんなら。ほんならもうそんなんで、もうありますよ。今の嫁さんと結婚したことそんなとこまでの後悔いらねえ。そんなとこまでの後悔来るから。もうこの話で、ね、ほんまね、引っ張ってね、聞きたい話いっぱいあるんやけど、本当にね、家庭が不安になったら申し訳ないから。でも僕から言ったんですけど、言ったよ、自分から言ったよ。やっぱり惚れたもの弱みってあるよな。そうですね。な、大体恋って男の方が惚れてまうこと多いもんな。それも最終回の遺書に書きたいと思って。で、あのネタとかってどうやってその探ってくの。写真も撮らなあかんしやな。いや、その時その時ですね。なんか書きますけどね、はい。いや、しゃべくり達者なんはすごいわかるし、まあ、しゃべくり達者なんは、まあ、しゃべっといたらええけど、やっぱりそれを文章にまとめるのはすごい難しいもんね。いや、文の方がやり直せる気いいんじゃないですかね。あの、なるほど、はい、いいかもしれないです、うん。はい、じゃあ喜んで書いてくれてんねや。はい、結構楽しく書いてますよ。だってもう動画とかですね、だって日高さんのことを妖怪厚化粧クソババーとか言ってみてくださいよ。もう後にどうしようかなと思うじゃないですか。はい、まあ結構本人の前で言ったりするんですけどね。はい、するんですけど、はい、ブーやったら、あ、これ違うなと思ったら、これ言い方が違うなと思ったら、こうですね、うん、戻せますもんね。うん、直近のコラムの中で、あの道端で寝そべってるやつあったよな、写真が。はい、ありましたね。ありましたね。あれは何、そのネタ用に撮ってくれた。違います、違います。あれはもうたまたまあのへこんだ後輩がおって、うん、成績が悪くて帰ってきてこう、もうダメですみたいな。もうダメですわ、こっちのセリフじゃん。走れるだけじゃありがてえと思えと。あ、そうか、そりゃそうやね。いますね、お休みをいただいてまして。明けましたが、皆さんね、おめでとうございます。だから来てくれてるやん。そうですよね、はい。ほんでその後輩をちょっとこう、元気づけちゃろうと思ってですね、うん、はい、その時に撮ったやつがですね、これ面白いんじゃないの。はい、それでつく、あの、いや、使わせてもらいました。いや、まさかね、はい、いや、昭和の酔っ払いの酔い方やからな、言うとって。まあそうですね。でもあれ大変なんですよ、一応ちゃんと、まあ、知り合いの、うわ、あの、そうです、お店なんで、ちょっと
1枚撮らせてもらっていいですかって、ちゃんと断りを入れて、うん、今撮って、カッみたいな。で、誰か撮る人いるしな。サミーみたいな、はい。はい、そこまでやってくれて、ね、今の時代は厳しいでございますね。厳しいな、いやすごいわ。でもほんまにあのコラムほんでたまに真面目なこと書きよんね。そうですよね、たまに真面目なこと書きよんね。いや僕からしたら全部真面目なんですよ。心外だな今の。ちょっとジンとさせたりするんだよ。なんか前あの全部 の, あのスタートタイミングをノートにつけてます。僕つけてましたよ。うん、はい、3ヶ月前ぐらいまでね。はい、はい、今だってね、はい、つけるタイミングがないの。仕事がないから、はい、ね、はい、そう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 。だからもうちなみに仕事ない時何してんのよ。仕事がない時は動画を撮ってるのよ。こうやってこうやって来てくれてありがたいですね。あっちこっちトークショー行ってるの。トークショー行ってそれか嫁に言われてゴミ出ししてるかどっちか。辛いのどっちかなんですね。でもボート選手やったらね、もちろんそのフライング休みもあるから、はい、全然休みない中にポカッとこう休みができると、はい、逆にリフレッシュになったりはしないの。いやストレス溜まりますよ。逆にストレス溜まるの。はい、すごいですね。俺仕事しろ方がええんや。絶対いいですね、そっちの方が。僕も好きなんで仕事が。まあ、今年もね、はい、これ継続してもらって、はい、もうどん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 とこうボート界のいろいろな選手の素顔もそうやし、はい、なんか僕らが知りたいね、ファンの知りたい、ファン目線が大体あるもんね。そうですね、ご自身が。それはもう一緒ですよ。あの僕もあの仲のいいあのオートレーサーとか競輪選手買ったりするんで、うん、お客さんの気持ちがよくわかりますもんね、うん、まあそんなわけで、ぜひねこれからもどん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 大変なとこもあると思うけどネタ仕込んで、はい、キャビラの話お願いします。頑張ります。